88チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。はじめまして、森と申します。今回は皆さんを私のお家にご招待し、お茶を飲みながら少しでも私のことを知っていただけたらなと思います。それでは皆さん、ようこそ。改めまして、こんにちは、森あゆみです。私は7歳の娘、5歳の長男、3歳の次男を持つママで、ちょうど1年前から蜂屋でお仕事させていただくようになりました。まだまだワーキングママ2年目で、家事や育児との両立にうまくいかないこともありますが、お仕事の楽しさも感じ始めています。実は私はもともと蜂屋のオーナーです。このお家は蜂屋スタッフの杉浦が担当してくれたお家なんですよ。杉浦とはその時からの仲で、当時はまさか一緒にお仕事ができる日が来るとは夢にも思っていませんでした。それでは今から皆さんに少しだけ我が家のお気に入りの場所をご案内いたします。アジアチャンネル。玄関の造作の姿見です。中身は小物やスリッパ収納になっています。鏡自体が扉になっているので、開ければ土間側で靴を履いた姿をチェックできます。アジアチチャンネル。小上がりの畳コーナー、下が収納になっているのも満足ポイントです。奥行きもあるので、今は子供3人分の服をここに収納しています。ママ目線で建てる自由設計の家という一冊の雑誌です。お家作りをぼんやりと考え始めた頃、本屋さんでママ目線という言葉に惹かれ手に取りました。蜂屋はデザインが私好みで一目惚れでした。アジアチチャンネル。私は主にインスタグラムのストーリーやホームページのブログでお客様のお家作りの思い出を紹介させていただいてます。直接お客様と接する機会は少ないのですが、ずっとお家作りを見守ってきたお客様のお引き渡しのご報告をアップした時は、自分のことのように嬉しい気持ちになります。アジアチチャンネル。共に成長できる存在です。蜂屋のお家に住み始めてから、私たち家族も子供の成長や環境によって生活スタイルが変化します。それによってお家も変化成長していると感じます。そして現在お仕事させていただく立場になって、より感じるのが、蜂屋自身も成長する会社だということです。伸びしろいっぱいの蜂屋の成長に、これからも目が離せません。皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。今後はお家での生活などもご紹介したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。